ガチ右折怖え。なんだこれ。実質路面電車みたいなもんすもんね、ここは。すげえな。すごいですね。あ、止め、止まんのかーい。これで大阪神戸方面。ああ、フェニックス通り。これだって、この広さで、これすごいな。おー、電車おる。僕、中心街なのかな。はい、一人に入ろうかなと思ったら、いいな、へー、これ港の方に行けるの。広い公園もあるよ。5月1日オープンなんだ。なんか新しい店が。はい、リディア。ヘア&スパって、あー、美容院だ。なるほどね。あこれ左は入ってったら多分駅前とかかな、何階の、うん、なんか、まあ、ここも、なかなか普通だったら、ねえねえ。
そうですね、そっち行った方がいいか。そっちか、間違えた、バカリグ。これ右に行った方がいいのか、右に入れるのね。そういうこと、そういうことか。三陸はい、これは正直言わせてくれ、わかんにくえ、横が高速でこっちが下道やとか言ったの。どういうこと、高速に3列咲いてる構造なのかな。おー、リアリこれは分かりにくいと堂々と言わせていただいてもいいでしょうか。これはわかりにくいってどういうこと？しかも力を見せ左折ができねえんだ。なんだ、どういうこと？分かりにくいよ。これは分かりにくいよ。おお。ちなみにこれ泉空の方にまた戻っていっちゃってんだね。したいにゃどうしてなくなる車線あるよね。あるんだ。行くぞ。あと合流線するところがある。はい、合流気をつけます。はい、で、ここから狭山の方に、仙北ニュータウンの方に行く方に一回行ってみてもよろしいでしょうか。よろしいでしょうか。させていただいてもよろしいでしょうか。なんか急遽もうこのままさせていくとよろしいでしょうか。よろしいでしょうか。生活クラブがあるじゃないですか。ですけど、これはちょっと、説明行くのはちょっと、無理ね。さすがに無理ね。すげえな。